ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がレンジローバースポーツ SVR 2021年式11600キロこちらの車両になります。小島さん、いつもあのレンジ紹介するときは、はい、あの最初レンジって言うべきか、あのランドローバーって言うべきか迷うんですけど、はい、ランドローバー、レンジローバーっていうのもちょっとあれって感じじゃないですか。そうですね、レンジローバーでレンジローバーでご紹介させていただいたんですけども、はい、多分ボンドチャンネル初の後期じゃないですか、はい、そうですね、前期の白をなんか浦和で撮ってましたもんね、はい、ということで初めての車両になるんですけども、今回僕下調べしまして、あの熱が出そうでした。めちゃくちゃ複雑じゃないですか、オプションの内容がですね、はい、あの前回大宮店でディフェンダー撮らせていただいたんです、はい、でディフェンダーもこうオプションリストとかカタログとかレビューとかいろいろバーって見たんですけど、ランドローバー全般もうめちゃくちゃオプショングレードがあるメーカーじゃないですか、はい、もう言ったらポルシェより複雑だなと思ったんですよ。ポルシェってなんかグレードで、まあ、エンジンは違うんですけど、うん、なんかグレードで違うエンジン積んでるってないじゃないですか、はいはい、彼らだったらもう彼らのエンジンじゃないですか、うん、彼ら S だったら彼ら S のエンジンじゃないですか、うん、ただランドローバーってそうじゃないんですよね。どこが違うんですか。だから SE でも違うエンジン積んでるパターンがあるじゃないですか、はい、HSE とかでも、はいはい、だからもうそういうのまで入れると、はい、もうごっちゃごちゃというか勉強しないと、はい、でなおかつオプションもめちゃくちゃあるじゃないですか、はい、もうそれこそ日本の AMG みたいにこうある程度本国は結構あるけど、はい、日本に入ってくるやつは全部ついてますよっていう感じでもないんですよね、はい、もうとにかく細かくオプションが選べると。で唯一 SVR に限ってはエンジンが選べないんですよね。選べないですね、はい、もう漏れなく5リッターのエンジンになるということで、はい、そこだけ救いだなという。ただオプションに関しては膨大な量あるんですよね。膨大な量ありますけど、はい、もうでも僕たちもポイントでしか見てないですね、はい、ポイント押さえてあるかどうか押さえてあるかどうかだけですね。そこが重要になってくる、はい、で今回の車は、まあ、欲しい装備がかなり揃ったポイントを押さえてあるお車になります、はい、なので、まあ、自信を持ってお勧めできる1台かなと思います、はい、でまず後期のところもそうなんですけども、はい、レンスポ、はい、これ結構モデルとしてこう息が長いモデルなんですね。そうですね、結構長いですね、はい、で発表されたのが2013年からはい、はいでまあ、その翌年に SVR が発表されたりだとか、まあ、あと日本に入ってくるのはまあ若干遅れたりもしてたみたいなんですけど、もう間もなく8年ぐらいで今年の5月に新型が発表されたんですよ、はい、なのでかなり息の長いモデルってことなんですけど、はい、これがこの2代目もそうなんですけども、初代ってこれ海への成功に刺激されて制作されたモデルらしいですね。初代2005年からの、はいはい、初代モデル、はい、だ海への がバーってこう売れたじゃないですか、はい、出た当初はいろいろザワザワしましたけど、はい、結果的にすごい売れたじゃないですか、それになんかこう乗っかってというか、はい、でできたモデルということ で最初は結構こうありものというか、ディスカバリー3のなんか、はい、プラットフォームを使ってたりとかっていうのあったらしいんですけど、このモデルからかなりその、はい、もう全然別のモデルとして一新して出てきたモデルなんですよ、ねはい、そして外観から見ていきたいんですけども、後期ということで僕これヘッドライトだけ違うんかと思ったんですよ。全然違いますね。そしたらもう全部違うんですよ、はい、でパッと見て分かるところはもちろんそのヘッドライトのところだいぶシュッとしましたよね、はい、そして中も細かく見ていくとこの試写プロジェクターが並んでたりとか、うん、あとオプションで言うと基本的にこのデイライト付きのシグネチャーライトが標準ですけど、レーザーがオプションなんですよね。そうですね、はい、分からないです。これレーザーは付いてないんですよね。付いてないです。付いてないですよね、はいはい、ということでこちらのヘッドライト、そしてあとグリルとかバンパーも後期になると変わってるということなんですけど、パッと見結構一緒じゃないですか。そうですか、はい、結構違うと思います、まあ、グリルとかはこの、はい、違うと思うんですよ、はい、だバンパーのおおよその形って前期後期結構近くないですか、まあ、そこはそこの、ね、ライトから下はそんなに変わらないですね。結構近いですよね、はい、けどこれも変わってるんですよ、はい、変わってます。ヘッドライトのこの衣装の変化に目が行きがちですけど、はい、フロント周り全部変わってるということで、うん、あとは今回もう全部真っ黒黒なんですよ、はい、エンブレムも真っ黒ですし、まあ、あとはオートバイ用以上になるとコントラストルーフが標準になるんですよね。標準になります、はい、けど今回真っ黒黒ということで、はい、もうとにかく全部真っ黒になって、はい、こんな感じのフロント周りになっています。そして横に回っていくと横も真っ黒ですね今回。そうですね、ホイールの方が標準21インチですよね。こちらが今回オプションの22インチスタイル5085 5スプリットスポーク、こちらが装着されている、はい、よく言えました。よく言えました、はい、これ全部真っ黒黒で、はい、そしてタイヤの方はコンチのスポコン5が新車装着で装着されていると、はい、で前後投資の295/4022というこんな感じになっております。あとブレーキがでかいのが SVR の証ということで、でもこれ今までこういうハイスペックの車見てるとブレーキちょっとちっちゃめですよね。確かにそうかもしれないですね、はい、そんな気がします。はい、回転ターボとか、まあ、でもきっちり止まります、はい、あの辺に比べると、はい、まあ、まあ十分以上のサイズじゃなかろうかなと、はい、あと足元に関しても、まあ、エアサスは当然なんですけども、はい、スポーツタイプのエアサスペンションになるんですね、はい、
これもちろん上げ下げもできますし、あといろんなレビューを見たんですけど、はい、結構評価分かれてたんですよ、足回りに関しては。あ、そうですか。スポーティーな車のレビューしてる人からすると、はい、なんかそのステアリングレスポンスがとか、はい、その車体のこう、うん、なんですか、制御がみたいなの書かれてたんですけど、はい、他のレビューだと走りもめちゃくちゃいいみたいなの書かれてたんで、うん、これはちょっと乗って確認してみたいと思います、はい、であと足回りもめちゃくちゃお金かかってるんですよね。フロントダブルウィッシュボーン、リアマルチリンクということで、はい、結構絶妙な立ち位置じゃないですか。四駆メーカーのランドローバーなのに、うん、めちゃくちゃこんなスポーティーで、うん、めちゃくちゃこの高級な内装、うん、全部が融合してるモデルじゃないですか、うん、でよく言えばいいとこ取りなんですけど、はい、悪く言えば中途半端というか、どっちにも寄らずで全部にこう全方位型な車、だからこれはどうなのかなっていう。これだから市場がめちゃくちゃ楽しみです。特に後期なんで、ね、より前期より洗練されてると思います。馬力も上がってますからね、前期と比べて、ね、はい、25馬力ぐらいアップしてるんですよ。アップしてトルクがねちょっと恐ろしい、はいはい、こんなりますから、この後紹介しますけど、はい、あのビッグエンジンなんで、はい、であとはもう本当に全部黒くなってたりとか、ここでもあれダミーですよね。ダミーですね、はい、こっちは開いてるんですよね。そうですね。でこれなんか横から繋がってるんですよ、はい、そしてもうあと全部真っ黒。でも多分ここら辺って、はい、一応ランドローバーって川に入れる車じゃないですか。だからやっぱここら辺ダミーじゃないと。ああ、それもあるんですかね。多分あるんじゃないかなと思います。なんか資料を見たら85センチぐらいまでなんと行けちゃうっていう、はい、行けちゃうっていうんですね。でその角度、フロントの角度とか、はい、まあ、岩場を乗り越えたりする角度も本当に本格 SUV 並みの性能がちゃんとこう残してあるとかですね。はい、なんですよね、はい、一見こうオンロードにすごい特化してるモデルかと思いき や、ちゃんとランドローバー DNA が生きてるんですよ。あとはこのスタイリングじゃないですか、うん、なんか一見するとすごい大きく見えますよね、はい、これ実はカイエンよりも若干短いんですよ。カイエンよりかは若干短い、はい、幅ほぼ一緒、はい、そして天井に関しては若干低いんだっけ、うん、確かサイズ感に関しては似てるんですけど、うん、こう実際比べると少しだけ長さが違ったりとか、うん、意外にこうカイエンよりもちっちゃいという、うん、こんなサイズ感になっております。でもこの後ろのデザインなんかもうずっと変わってないですよね。確かにそうですね、うん、もうさすがっすよね。さすがっす。前から後ろまでこのウィンドウのこのモールがつながってる感じとか、はい、これは結構好きな方多いんじゃないでしょうか、はい、であとこの後中で紹介しますけども、今回は電動のサイドステップオプションもついてるということで、はい、これ見えないですね、格納音。格納音、ああ見えないです、見えないです、はい、結構後付けの電動サイドとかってこう見えたりするモデルも多いじゃないですか、はい、そうですね、ほぼ見えない。今回は純正なのでびっくり価格でついてありますので、はい、じゃあこの辺も中で確認してみたいと思います、はい、そして後ろも4本通しなんで同じホイール、そして後ろ片押しなんですね、はい、こんな感じのリアホイールになっております。であとはリアも結構後期で一新されてて、テールランプやっぱり変わりましたね。変わりましたね、はい、まあ、ランプというと多分ウインカーの、ね、付き方が変わったのが大きな違いだと思うんですけどね、はい、あとここのラインもこうなったじゃないですか、はい、だからすっごいなんかこう伸びやかなイメージになったというか、はい、ボテッとしてない感じがします。あとレンジローバーすごい特徴的だなと思うのはリア板がなんかこうゲートと同じぐらいの高さというか出っ張り具合というか、普通バンパーはバンパーで出て、はい、その引っ込んだところにリアゲートがあるじゃないですか、はいはいはい、けどランドローバー車種全般、はい、全部なんかこう、はい、バンパーとこの出っ張りが一緒ですよね、この辺すごくいいなって思うんですよね。そして SVR のこれがスペシャルビークルオペレーションです。はい、これだから他のメーカーで言えば何て言えばいいんですか、これ MG じゃないですか。だからその部門ですもんね、はい、SVR 部門要は特殊なそのオーダーに対して、はい、まあ、答えられるような部署が、はい、まあ、プロデュースというかそうですね、企画してやってる車になるんですよね、はい、だから中だったりだとか、まあ、もそうですけど、はい、まあ、非常に特別な、まあ、本当に分かりやすく言ったら、はい、MG モデルって見てもらうと非常に分かりやすいんじゃないか、はい、だとマフラーが一応後期で、前期が丸の4本出しだったんですよね、はい、でこれ後期あの僕まじまじ見たのは多分今日初めてなんですけど、ね、写真とだいぶ違わないですか。 どう違いますか。あの写真で見た時は前期の4本出しって、はい、ちょっとこう穴に対してテールパイプちっちゃいじゃないですか、はい、あれと思ったんですけど、後期の方が全然かっこいいなと思った、あ、写真スタイリッシュになってますね。ちゃんとこうデザインが合ってるってことですよね。いや出すぎじゃないですかな。まあでも、ね、もうちょっともう5センチぐらいなんか引っ込めてほしかったなっていう。これすっごい出てるじゃないですか。でしかもこの切れてるの見えちゃってるんですよね。ここは主張したいんです。本当ですか。はい、だからそれだったら音がすごいじゃないですか。確かに、はい、音とテールは合ってますよね。そうですね、はい、こちらのタイプのこれバルブ付きですよね当然。はい、そうですね、はい、こちらのタイプのマフラーになっております、はい、であとはそのオフロード性能がすごいっていうところでいくと、うん、その水深85センチっていうところもそうなんですけど、はい、あの牽引の能力も半端ないんですよね。なんか3トンぐらいまで牽引できるらしいですよ。
でこのモデルから新設計のオールアルミモノコックボディが採用されているらしいんですけど、それがなんと 39% も軽くなってて、なおかつ剛性がめちゃくちゃ上がってるらしいですよ。でなおかつこのモデルが一番最初にこのセグメントでオールアルミボディを採用した車らしいです。レンジの中でですか？世界中の車の中で。そうなんですか？らしいですよ。あ、それは知らなかった。らしいです。だから他のセグメントだったスーパーカーとか、他のセグメントだったらオールアルミモノコックボディっていうのがあったらしいですけど、このセグメントで言ったら、はい、もう一番最初にオールアルミモノコックボディを採用したのがこのレンジローバースポーツ、レンスポー、はいはい、このモデルらしいです。へ、はい、それは知らなかったですね。その辺が走り後期もあのブラッシュアップされてると思うので、はい、この辺はちょっと乗ってみたいと思います、はい、続いて内装を見てみたいと思います。室内の装備としてはこのソフトクローズも標準なんですね。標準です、はい、この辺なんかもしっかりついてる。そして電動サイドがドア開けていただけるとこんな感じで出てくると、レンジローバーのロゴ入り、これいいっすね、はい、これ今車高若干下がってるんで、はい、まあ、そんなにまあいらないかなって感じもしますけど、まあ、これ以上上げてたりだとか、まあ、状況によっては。でも普通の車高だとやっぱ女性だったりお子さんだったりは結構高いと思います。そうですね、はい、そして中めっちゃおしゃれじゃないですか。これいいですよね。いいですよね。これいいですね、はい、もう言ったらこの SUV に似つかわしくないこのスポーツシート、はいはい、これめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいです。これレザーの質感も最高です、はい、でこれがダイヤカットパーフォレーションシートって言って、前もなんかパーフォレーションってなんだって思ったんですけど、はい、あのパンチングのことなんですよ。パンチング、はい、でこれパンチングがめっちゃ凝ってて、向かって左側の穴の方が大きいんですね。で右側の方ちっちゃいんです。そうなん、それ知らなかった。あのこれ向きでだから立体感に見えてるんじゃなくて、あの穴の大きさが左右で違うから立体的に見えてる。へえ、それは知らなかったな。でこれが他にもいろんなところで使われてるんですよね、うんうん、で僕の希望としてはこれ助手席側は反対にしてほしかったな。なぜ あの大きさを。なぜに外向きを。あ、そうなんだ、はい、外側を大きい穴にしてくれれば、うん、なんかもっとこう見え方が多分変わってきたんでしょうね。左右変えるってこと。そしたら そうすそんなコストありませんよそしてシートの方が 16A で調整できるタイプということで、で今回オプションでシートヒーターだってベンチレーションもついてるんですよね、はい、もう最高じゃないですか。そうですね、はいはい、そしてあと内装のダッシュボードに行くと、後期になるとエアコンの操作パネルが液晶になるということで、はい、もう液晶だらけですね。エアコンもナビもメーターも、はいはい、でメーターの液晶パネルを採用したのもレンジめっちゃ早かったんですよね。早かったですね、はいはい、というわけでこの辺はまあ操作感も含め中で確認してみたいと思います、はい、であとはもう一つ大きなところでいくとメリディアンが標準ということで、はい、これメリディアンも2種類あるんですよね。そうですね、はい、もう一個の方はもうついてるの見たことないぐらいお高い装備なんで。そんなレアオプションなの。レアオプションだと思います。なんかシグネチャーの方ですよね、はい、で標準の方は19スピーカー 825W ということなんですけど、高い方だとなんか23スピーカー 1700W っていう、なんかもうオーディオカーかっていう、そうですね、多分その辺もあって皆さん選ばれないケースが多いのかなと、うん、こんな感じの内装になっております。続いて内装を乗ってみたいと思います。あのつい先日大宮店で撮らせていただいたのがディフェンダーなんで、ディフェンダーに比べるとあのまだステップなしでも乗り込めます。ただやっぱり小さいお子さんとかは、まあ、あった方がいいかなって。あ、いてて事故ですね、事故ですねいつも小島さんの役なのに。いやいやいや嘘です。そして乗り込むとこんな感じで、まずシートは想像以上に張りがあるんですよ。レザーに張りがあるってこと。レザーに張りがあります、はい、っていうのはこのダイヤモンドのこのデザイン、これがあのステッチじゃないんですね。パンチングだけでデザインされてるじゃないですか、うんうん、ステッチがいっぱい入ってるとこうクッション性高いですけど、うんうん、穴だけなんでめっちゃこうピンって張ってる感じがします、うん、はい、本当にあのレカロシートのスポーツスターぐらいなんかしっかりガチってこうホールドしてくれるめっちゃ剛性あるシートですね。でも座った感じはすごいなんか長距離でも疲れなそうな、スポーツすぎず。え、めっちゃスポーツじゃないですかまあ長距離いけそうな感じはあります、うん、だからシートのこのホールドとかめちゃくちゃスポーティーじゃないですか。ホールドはね、そうそうそう、背中もそうだし、うんうん、このここが唯一低いぐらいなもので、うんうん、でもすごいフィットするね、はい、めちゃくちゃフィットしますよね、うん、本当にスポーツカーのシートですよね、うん、そしてこれが細かく調整できて、でもスポーツカーのシートだけど、はい、それ硬くない全然。え？硬くないですか？いやもっとなんかガチガチじゃない？なんか。ああ、そうかな。ここじゃ個人差があるようです。個人差があります、はいはい。僕めっちゃガチガチだなと思ったんですよ。本当に？はい、まあ、お尻はもうそんな。いやお尻座面がすごい柔らかくて、はい。セミバケほどじゃないですよ。でも背中とかめっちゃ硬いじゃないですか。背中は硬いですけど。はい、いや僕これすごい好きですこのシート。あのシート自体の剛性めっちゃ高くないですか、うんうん、はい、すごい。だから確かにこうお尻の本当にお尻の先端のとこだけは、だって本当のスポーツシートってお尻触った瞬間、まあまあ確かにもうこの身動き取れない感じしますよね。尾底骨にコツンって切るんじゃないですか、はい、それが全然ない。ゆっくりこう、あ、いいよこれ。
これはじゃあ座っていただいた方がいいかもしれない。そうですね、個人差が若干ありということで、はい、ただ調整に関してはめちゃ細かくできますね。これ膝の下とかも全部出せるじゃないですか、うん、だからそこはね、あの スポーツカーにはないあれで、ね、そうですね、うん、これめちゃいいなと思ったんですよ。これ多分座っててもめちゃくちゃ楽なんだなっていう、はい、こんなシートになっております。そしてステアリングの方はチートと同じ生地ですかね、はい、この白いレザーと上の黒いレザー、レザーの質感めっちゃいいんですよ。レザー質感もいいですけど、この色のコントラストも良くないですか。確かに、うん、めちゃくちゃおしゃれです。おしゃれだよね。だとステッチに関してもすげえ丁寧なんですよ、うん、仕事さすがイギリス車じゃないですか、うん、いろんな車見るじゃないですか僕、うん、結構こうステッチを入れるのにこうレザー引っ張られちゃって、うん、シュワシュワの車割と高いのに、うん、そうですね、たまにあるじゃないですか。そういうの見るとイギリス車のこの車の作りってめちゃくちゃいいなと思うんですよ。でも変なの作ると王室に怒られるんですよそういうことなんですか、ね、そうそうそう、はい、まあ、王室御用達の車種もありますからね、はいはい、あとはこの辺はまあおなじみっていう感じですよね。この辺とあとメーターは専用のこの SVR のロゴ付きのメーター、うん、ね、はい、だこのハンドルもね後期に変わってから液晶に変わりましたからね、はい、ああなるほど、はい、ここですよね、はいはい、そしてかけちゃいます。かけるとこんな感じで、物自体は液晶なんですけど表示はこんな感じでアナログ表示ので、これがいろいろ表示ができるんですよね。ナビにしたりだとか、まあ、バーチャルコックピット的なのを想像してもらうと分かりやすいんじゃないかな。こんなのもできちゃいます。そしてこの水平基調のダッシュボードと、あとここですよね。あ、ここも SVR って出るんでしたっけ。出ます、はい、メディア関係に関しては、まあ、Bluetooth だったりももちろんなんですけど、はい、テレビなんかもしっかりついてる、はい、あとナビに関しては あと一応メディアの DVD もあります。あ、 DVD もあるんですか。無償オプションで、はい、これ結構皆さん、ま、わかんないんですけど、はい、これ上と下開くじゃないですか、はい、ここにあります。あ、 DVD チェンジ、 DVD 見れるんですね。見れます。なるほど、こんなのもついております。はい、そしてあとはサポート関係、センサー関係、はい、こんな感じでパークアシストもそうだし、はい、カメラもこんな感じで、今ドア開いちゃってるんで消えちゃってますけど、はい、この辺なんかもしっかりついてます。そしてあとはここがエアコン周りと、あと車両の、はい、エアコンは4ゾーンが今回オプションで入ってるということで、はい、必須ですね。もうここまで来るとここ入ってなかったらもう通知ブーブーでしょ。4ゾーン、4ゾーン、はい、ね、あのソフトクローズ前に4ゾーンだろって言っちゃいます、はいはい、これ良くないですか。こう大体結構みんなって液晶で、全部液晶じゃないですか、はい、ここダイヤルだけめちゃわかります出てるの、はい、最高にいいなと思って、ちゃんと調整が、うん、そして押すとシートヒーター、ベンチレーションの切り替えなんですよね。でシートもこれ座面と、はい、個別にできるんですよね。個別にできる、はい、背中側だけとか、はい、お尻だけとかっていうのもできるという、うん、こんな感じの仕様になってます。であとはこちらの車両の方でモード切り替えの、はいはい、これがついてると、うん、でモード切り替え自体はこんな感じ で、そうですね、ここですよね、はい、オートがめちゃくちゃ優秀っていうレビューが多かったです、うんうん、ただ個別に調整もできるということで、うん、おなじみのすなち、砂利、わだち、うん、プラスレンスポですから、なんとダイナミックプログラムということで、はい、ヘルメットマーク、ヘルメットここですね、はい、もしっかりついてると、はいはい、だとシフトがこのタイプっていうのが、うん、あのレンスポだけなんでしたっけ。そうだね、こう、そう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 ですね、あの、はい、普通回す回すやつです、ね、これがね、これがこっちについてる感じ、はいはい、だこれがスポーツの証ということで、はいはいはい、こんな感じのシフトになってる。これもいいですよね。だからいいね、確かにこれでスポーツって言われても説得力ないじゃないですか、うんうん、でやっぱりここ生やしといてほしいですよね、うん、でパドルもついてますけど、うん、シフトはやっぱり必要かな、うん、であとドリンクホルダーと、あとこの辺のピアノブラックの仕上げもすごくいいなと思ったんですよ、はいはい、高級感あるじゃないですか、はい、これで結構あと皆さん知らないのが、はい、ここ、あ、そうなんでしたっけ、隠しがあるんですよ。なるほど、結構奥行くあるんですよ。こんな感じ、あ、深い、深い、めっちゃ深い、深いの、なんか結構ペットボトルは無理ですけど、うん、3号缶ぐらいだったら余裕で入っちゃいそうな、うん、収納がね、はい、結構多いと。でこれは内緒のものを隠しておいてもらって、そうね、はいはい、こんな感じ。あといろんなレビュー見たんですけど、はい、あの素材の使い分けがうまいって書いてありました。そのレザーとか、はいはいはい、こういうピアノブラックのパーツとか、うんうんうん、金属調のパーツとか、うんうんうん、その使い分けがすっごいうまいですよねっていうのは、うん、ちょっとすごい高級感あるよね。あります、スポーツだとね。でデザインもちゃんとこう、ここが貫通してる風に見えるこうデザインになってたりとか、うんうん、ここがね、そう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 、統一感がある感じ、ね、で SUV でこう車が斜めになることもあるんで、うんうん、それが分かりやすいこの水平基調のダッシュボードとか、うん、そしてここはこんな感じで割と深めの、はい、アームレストの中と、ここに、USB が 2K と、あと SD カード、あ、 SIM カードか、はい、マイクロ SIM が入るようになっております。で SIGA も 2K とあると、この辺は十分ですね、はい、だとこの辺も全部レザーだし、こっちはレザーじゃないんですよね、ここはね、はい、うん、でドアも上だけレザーなんですよね、うん、だもうちょっと欲しいかなっていう気はしないでもないですけど、いらない
まあその分スポーツって言ってますからね、はい、ただセンターと同じでここにも収納あるんですよ、はい、これいいっすよね、ここね、ここはね、だからやっぱりそのやっぱりさドイツ車にはないよね、そうっすね、うん、そういうのがね、そしてこの動きがめちゃいいんですよね、わ、うん、かります、わかるわかるわかる、重くてこうシュッっていう、うん、なんかパカパカしてない、そうそうそう、はい、そして天井関係はこのスエード調の天井、うん、ここもピラーもこっちの上も、そしてバイザーもっすよね、はい、でバイザーのこっち側も、はいはい、で一応バイザーツインも一応オプションなんで、はいはい、これプラス料金払わないと2枚にならないんですか、なんないです、ちょっと納得いけないんですよ、いいじゃん、1万円、はい、1万円ぐらいだから、はい、こんな感じで、はい、2枚のバイザーになっております、もうちょっと日本で販売するんだったら、うん、あのオプション絞っちゃってもいい気がするんですよね、もう漏れなくこうある程度のものはついていきます、うん、もう本当に好みのとこだけオプションありますみたいな、うん、そうね、今回の車はかなり、そしてこのスライディングパノラミックルーフもついているということで、はい、開けましょう、いやー最高です、これでもでかいっすね、でかいよね、で開くのは前側だけですけど、うん、後ろもちゃんとガラスになってるんで、うん、このシェードの長さが半端じゃないということで、後ろの人の開放感すごいだろう ね、 多分ね、これジェスチャーコントロールはついてないんですよね、ないですね、はいはい、こんな感じになっております、続いて後ろの席も見てみたいと思います、後ろこれ電動サイドが非常にこう後ろまで長く出てくるんで乗り込みやすいかなと、はい、そして後ろに関しては小島店長がもう乗っていますけれども、いかがですか、いいですね、あのもうパナメーラ買っていうぐらいリアシートもスポーティーなんですけど、そうね、もうフロントとほぼ一緒じゃないですか、うん一緒で硬いね、やっぱり後ろ硬いっすよね、硬い硬い、後ろの方がちょっとなんか背もたれがすごい硬い気がします、はい、はい、あとサイドサポートがフロントよりこう出てないんで、うん、多少こう横に振られるじゃないですか、そうですね、うん、ちょっとこうポイントを抑えるまでちょっとあれかなと思いますけど、一応身長168で、まあ、こんな感じのゆとりがあります、全然ゆとりと感じは問題ないですね、で若干ですけどリクライニングできるんですよね、そうですね、一応これぐらい、それめちゃくちゃ重要だな、いやあるかないかで全然違う、ね、はい、これが普通のかな、1段階目で2段階目これぐらいできる感じですね、そしてビジュアル的には4人乗りなんですけど、実は登録5人乗りなんですね、5人ですね、一応真ん中にも人が乗れる、乗れますね、で真ん中からアームレスト出していただければ、うん、ドリンクホルダー付きのアームレスト、たださっきあの僕下見で乗らせていただいたんですけど、うん、アームレストもうちょっとしっかりしてほしいなと思ってます、あのドア の、 あのポケットのあのぐらいの剛性が、うん、そのセンターのこのアームレストにも欲しかったなって、あもうここは求めてないんですよ、結構ボヨヨンって感じじゃないですか、うん、いいんですそこは、そして4ゾーンなんでエアコン当然後ろも、はい、これちょっとつけてもらった方がいいですか、はい、一応4ゾーンですねこれで、はい、でヒーターがついてると、ベンチレーションはないんですよね、ないですね、はい、そして下側に USB が蓋付きの USB が2系統と、はい、あとシガと、はい、あとそれコンセントマークがついてるんですけど、その下側もあるんですよね、うん、この下ね、はい、ここです、この下側にもあると、いかがですか、その窓が本当にここ広い、はい、すごい開放感あります、ね、これ開けて、あちょっとなんか王室だねイギリス王室、王室の感じで、ちなみに、はい、サンルーフがあるからも全然開放感あって、あなるほど、後ろの席がなんかすごいこう高いんですけど、ちょっと圧迫感前見えないんですけど、全然そんな気にしない感じで、ちなみに窓は全部下がるんですか、下がらないです、そこまでなんです、ね、ここです、なるほど、ここがちょっとね、はい、もうちょっと行ってほしいですね、確かに、えいやここがいいんですよここがちょっと王室っぽくてどうもう、ね、どうもつって上品にこう手を振るから、うん、あでも僕あともう一個リアでやりたかった、はい、これセンサーつくんですよ、ここブラインド、そうブラインド、これって大事だと思うんですよね、はい、後ろに何かね障害物が人がいたりとかすると、はい、開けちゃダメですよっていうのつくんで、なるほど、これは僕ねすごい、でそういった気遣いなんかも、うん、いい装備だと思います、抜かりなくできる車になってるみたいです、はい、続いてトランク見てみたいと思います、でトランクは当然足で開けるやつもついてるんですよね、ついてます、ついてるんですけど、はい、横なんですよね確か、横です、覚えました、はい、はい、というわけで当然のパワーテールゲート、そしてトランクは一応780リッターということで、はい、もう十分以上の、十分以上ですね、これカバー、はい、クラブさせてカバーつけても余裕でいけますよね、いけますね、そのカバー外せば重ねて2個、はい、3個ぐらいいけそうじゃないですか、いけますね、はい、こんなサイズ、これが嬉しいのね、これついてますからね、はい、エアサスの上げ先はこれもう下がってます、もう下がってた、はい、下がってたんだ失礼しました、はい、で元に戻したりも、どんくらいですか、10センチぐらい、もうちょっといきます、
でも上げすぎちゃうと上がっちゃう、上げられるもできるから、はい、高かったらこうやって下げたりもできると、はい、なんで上げる機能があるんだろうね。皮入ってる時どうなんですかね。いや、こんな、まあ、一応上げ下げの機能もついてる、はい、ただレンジみたいに後ろの座席をコントロールするのはないんですよね。ないですね。その辺は手動で、はい、ただリアシートを倒していただければ64で分割で倒れるようになってるんで、マックスなんと1660リッターということで、はい、大体のものが滑るんじゃないかと。あとはこの下にもスペースが少しあって、はい、スペアタイヤが、はい、スペアタイヤいらなくないですか。これ多分なんだろう、無償オプションなのかな。スペアタイヤがないのもありますよ。あ、そうなんですか。どっちが標準なのか、ないのが標準じゃないかな多分。それ代わりにパンク修理キット、パンク修理キット入ってるんですよ。はい、僕的にはもう全然いらないなと思ったんですけど、うん、多分なんですけどランドローバー的にはやっぱりこうね、そうですよね、アクロバットのところ走るときは、はい、アクロバットじゃなくてオフロード。あ、そうですね、はい、オフロード走るときはやっぱりそのパンク修理キットじゃなくて、はい、まあ、スペアのタイヤが大阪必要なんだなってことなんだと思うんですけど、はい、こんな感じだった。これいらないかえ、まあ、オンロードでしか完全に使えませんよという方は、まあ、これ下ろしちゃってパンク、ね、パンク修理キット使っていただければ、まあ、若干燃費だったりだとか、うん、まあ、荷物スペースだったりとかっていうのを有効に使えるんじゃないかなと。これはね、燃費はすごいですからね。そうですよね、はい、というわけでこんな感じのトランクになっております、はい、続いてレアシートを倒すとこんな感じです、ね、はい、一応64で倒せて、はい、これだけ広くなって、これかなりの奥行きもないですか。ありますね、2メーターぐらいありますよね、はい、長物なんかも全然いけちゃうんじゃないかなと、はい。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 5000cc V8 スーパーチャーチャー、前期からググッとパワーアップして575馬力、トルクの方がなんと700ニュートン、700ニュートンってもうチューニングカーじゃないですか。そうね、とてつもスペックになっております、はい、でこれがジャガー F タイプ R のエンジンがベースになってるんですよね、はい、若干こう仕様とかっていうのは変更されてると思うんですけど、うん、まあ、まあ分かりやすく言うともうジャガーのそのスーパーな車のエンジンがそのまま積まれてる、うん、もうスーパーチャージャーって結構珍しくなってきましたよね。そうですね、最近あんまり聞かないですね、聞かないよね、純正スーパーチャージャーの車って、ね、はい、でこれに組み合わせるミッションの方がハスクオートマ、うん、当然フルタイプの四駆ということで常に50対50、うん、あとまあ状況に合わせて前後に可変するような四駆のシステムになっております。で0100 4.5秒、マックス283キロということで、うん、数字だけ見ると、うん、まあ、もちろん もっと上ありますよ、開演、うん、ターボと、うんうん、けどこのオフロード性能をこれだけ備えたこんなスーパー SUV って他に多分ないと思うんですよね、うん、ないですね。だ近しい車あってもライバルってやっぱりいないんだなっていうのを今回勉強して再確認しました、うんうん、でもやっぱりレンジローバー、まあ、ランドローバーってやっぱ確立してるよね、そういった部分はね。確かに、うん、もう立ち位置がしっかりしてますよね。しっかりしてる本当に、はい、うん、そしてあとはアルミフードなんかも全部標準になるということで、うん、軽量にも車が作られているっていう、うん、こんな感じのエンジンルームになっております。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。あれ今日うんちくはないんですか。ないです。ないです、ね、ありますよ。小島さん、これランドローバーすごいなと思って、うん、レンジローバーすごいなと思ったら、うん、どういうわけか、ステアリングヒーターは全車標準なんですよ、うん、はい、どうかしてないですか。あ、そこがすごいところ。そこがすごいところね。ステアリングヒーターって割と重要度っていうか、うん、オプションの選択ではもう後半の方じゃないですか、うんうんうん、はい、もう普通の必要なもの、さらに必要なものって感じじゃないですか、うんうんうん、それが標準装備ってすごくないですか、うん、多分それって、まあ、オフロードとかで、うん、まあ、要は手がこうかじかんでたらちゃんとステアリング操作できないですよねっていうところですよね、多分、うんうん、はい、多分そこはこだわりだろうね、多分ね、絶対つけてあげなきゃいけないっていうね、はい、この辺はすごいなと思います、うん、しかもめっちゃ熱くなるんですよね、うん、はい、すぐ熱くなるという、そろそろやっぱりその辺恋しい季節じゃないですか。もうね、はい、寒いからね。あー、ステアリングこんなんでしたっけ、前期の話もあったんですけど忘れました。
しっとり。レンジローバーってこのステアリングのフィーリングがこう独特っすよね、うん、まず普通からね、普通でいきましょう。カメラの方、あとこれは見たことあります、なんか他の車でも、うん、はい、ジャガーとかね、はい、共通ですね、みんな一緒っすよね、同じ。やっぱりこのなんだ、レンジローバーって、はい、さっきそのカイエンの話あったじゃないですか、はい、多分その BM と一緒になった時の時期と多分同じぐらいだと思うんですよね。え、どういうことですか？ BMW、ランドローバー、はい、ローバーグループ、BMW グループって結構今日一緒になってるじゃないですか。あの鍵が、そうそう、同じになって一緒だった時ありましたね、うん、あの六角形か、そうそうそう、八角形かの鍵、その時に多分 X5 と一緒にモデル変わったと思うんですよ、はい、あ、だから結構いいとこ取りをお互いしたモデルじゃないかなと思うんですよね。剛性めっちゃありますね、車すっごいしっかりしてる。あとやっぱりシートがこれ、うん、アイドリングストップは精神衛生上良くないです。さあどこにあるでしょう。ここです。これここに出しといてほしかったなってでもここだったらいいじゃないですか。あ、まあ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 、うん、でもこれエアコン画面なったらオフにできないじゃないですか。俺ポルシェと同じ面倒くささを感じてしまいます。一回じゃあたまには使ってみますか。たまにはね、たまにはいいんじゃないですか。いや、この間機械があって812をちょっと運転させてもらったんですけど、フェラーリのアイドリングストップって危なくないですか。どう、止まる寸前にもう止まっちゃってるじゃないですか。だからあれでしょ、あのポルシェと同じ感じ。そうそう、ポルシェも一緒なんですよ。あれ危ないですよね、うん、危ない危ない。だ、減速してって止まる寸前にまた進み出すっていうと止まっちゃうんですもん、うんうん、ちょっとレンジはどうなのか、うん、車めっちゃしっかりしてるんですけど、足の硬さもそうですけど、車の硬さが半端じゃない。なんかもう本当に、なんていうの、ガッチリしてる感じするよね、車がね。シートヒーターのちょっと、はい、あ、でもそんな敏感じゃないですね、アイドリングストップは、うん、止まったら止まるって感じですね。3でいきますか。じゃあ3で、まあ、スポーツしなくていいですね。とりあえずこれでいきます、うん、オートで、あ、オートでいきましょう、はい、オート。あー、アイドリングストップはやっぱりいらないですね、僕。じゃあオフにします。あー、ステアリングは他の、うん、モデルよりかも全然なんかこう重ったく、タイヤのせいかな、重いし、うん、レンジ独特のあのスルスルした感じ残ってるんですけど、うんうん、あのだいぶスポーティーですね、うん、それは嫌な感じの重さですか、それもちゃんとこうハンドルを操作してるっていう感じの重さですか。操作してるっていう感じの重さです。あ、そうですね、はい、じゃあステアリングヒーターもちょっと、うん、了解です。つけてみてお願いしました、はい、ほかほかになっちゃいますよ、ほかほかで、ね、はい。でブレーキはあの小島さんおっしゃってた通り、うん、あの全然踏まわないです。ただ、うん、速度域がもっと高くいい時には分かんないです。それは試してみたいですけど、うん、うわ、めちゃトルクある。そしてステアリングヒーターもう熱いっす、うん、ブレーキ全然効きますよ。全然効くね。全然効くっす。でもちょっとポルシェなんかよりかは全然、うん、もうちょっとマイルドですね。ちょっとステアリングヒーターもシートヒーターも熱いっす、熱いっす、熱いっす、うん、いや結構効くね忙しいっす、忙しいっす。いや、だからこれ女性の方なんかもいいんじゃないですか。え、ヒーターすごいね、すぐ効いたね。すごい速いですよね。早いね、早い早い、うん、そして今モードはノーマルで、うん、ちょっと走ってみますか。じゃあ、うわ、すごいトルクある。足はオートでも結構硬いっすね、うん、はい、スポーティーなロンギアです。あ、でもスッと曲がるね。あー、ちょっと踏んでいいですか。はい、ですね、うん、ちょっと、まあ、アメ車みたいな凶暴さを感じました表現しましたね。これやばいっすね。でも意外にちょっとこうあれがあったね、ラグというタイムラグというか。そうっすね、車の動きはゆっくりっすね。うん、ゆっくり。うわー、分かりました、うん、あのどこまで行ってもその、うん、いや、ヘルメット押さないでくださいよ。え、何ヘルメット押そうとしてるんですか。押しました、押しました、はい、ヘルメットでもこれ押して、はい、長押しなのかな。で押したらここに変わるだけでしょ。あ、変わるだけですか、うん、ダイナミックエンジン、全部ダイナミックです、はい、個別に設定もできる。できます、はい、はい、思ったんですけど、さっき の, そのステアリングのレスポンスも、うんうん、アクセルレスポンスも、うんうん、車の動きも、うん、他のスポーツカーに比べるとめちゃくちゃマイルドです、
あそうめちゃくちゃ前です。スポーツカーと比べると、まあ、カイエンとかああいうなんかもう、うん、ステアリングレスポンスも本当にもうめちゃくちゃ機敏じゃないですか、うんうん、車の動きも忙しいじゃないですか、うんうん、これちゃんと SUV の そのオフロードのとこすっごい残ってますね、うん、ああそうなんだ、はい、いやいや後期でそうなったのか分かんないですけど、うんはあ、前期こんなんだったっけな。でもそのダイナミックにしたら結構さっきのタイムログなくなったよね。そうですね、結構ダイレクトになってるね、はい、もっとダイレクトに。でもステアリングのレスポンスとかも、うんうん、でもね助手席乗ってても、はい、ダイナミックと足回りとかそんな硬さ変わらない感じがするな。あ助手席は、うん、そんなにサスペンションダイナミックにしても、うん、めちゃくちゃ硬くなるって感じしないですね、うん、元が割と硬い感じがする硬い感じだね、はい、だ多分表現するのは音とエンジンのレスポンス。そうですねかな。回した時のスーチャーでこう下級された後の、うんはい、これすげえな。だちょっとそのオフロード感を残してるからなのか、うん、少しそのアメ車みたいな、うん、こうゆったりした感じを感じます、うん、それアメ車っていうよりレンジローバーの味付けなんじゃないの多分。うわすっげえ速い、すっげえ速いっす。でもそんなんだろうな、びっくりする速さ、安定感なのかな。でも半分ぐらいしか踏んでないですよ。あそうなんだ。そう遠慮します。遠慮してるんだね、はい、そう。いやでも車めちゃしっかりしてるし、うんはい、多分これがレンジローバーの多分ランドローバーの味付けなんだと思います。味付けなんだ、はい、だから今までの乗ってきたレンジファンの方も納得できる。そうですね、そうですね、そう思います。そういう味わいのことですよね、はい、だからカイエンターボとかあの辺と比べると、うんうん、多分結構好みが分かれると思います。いやもっとシャキシャキ走りたいんだよっていう人は、うんうん、多分この絶妙なステアリングレスポンスと、うんうん、アクセルレスポンスに関しては、うん、もうちょっと機敏な方がいいんじゃないかなって思うかもしれないです。かもしれない、かもしれないです、うん、もう一周していいですか。当然のようにもう一周コースになってますね、はい、でも確かにそれは本当分かる気がします。だから私前に乗ってて SBR 乗ってたお客さんがいてお話聞いたことあるんですけど、その方は違ったって言ってましたね、あイメージと、はい、でそれその方は物に変えちゃったんですけど、はい、そういう方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、だ言ったらもうそういうスポーツ SUV も最近もう本当に完全に市民権を得てもう確立してるじゃないですか、うんうん、ポジションが、うんうん、そこからすると少しこうそこに当てはまらないのかなっていう感じしますね、うんうん、だスポーティーさはもちろんあるんですけど、うんうん、ちゃんとランドローバーのそのオフロード四駆のところが主軸にあってそれをスポーティーにちょっと寄せてるっていう感じはしますね。だからもう良くも悪くも、悪くもじゃなくて良くも本当にランドローバー、ランドローバーなんですよね、はいうん、やっぱ確立してるんだな。やっぱりドイツ車いっぱいなんてみんな似たり寄ったりだけど面白いよね。だからこんだけ、はい、そうですね、ちょっと乗っただけでも分かるっていうのはすごいよね、はい、だからランドローバーファンの人が乗れば、うん、あこういうのもありだよね、うんうん、こんなランドローバーもいいよねって多分思うと思います、うんうん、いやでも本当にメーカーでこんなに、ね、国のあれとメーカーでこんなに違うんだっていうのは本当面白いな。ただ内装に関してはもう超一流っす。いやだからそこもそうじゃない、うん、うん、で2代目でやっぱり洗練されたって書いてるのがすっごい良かったんで、うん、初代ってこう割とあるものでっていうわけじゃないですけど、うん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 、まあプラットフォームもそのディスカバリー3のやつ使ったりとか、うん、エンジンも当時のその提携元のどこからだったりとか、うんうん、まあちょっとキャラクターが2代目と違うじゃないですか、うん、はい、土から言うとミニに似てるかもね、はい、ああミニも変わったじゃないですか。ちょっと通じるものあるかもしれない。通じる、はい、BMW 傘下に入ってガラッと変わったと、はいはい、そんな感じのイメージあるよね。いやもう全然あれっすね。ダイナミックで乗ってもずっと乗ってけちゃうぐらい。乗ってける。やっぱドイツ車だとさ、スポーツだとさ、ちょっとその普通のノーマルに戻そうかとかさ、はい、なるけどね。全然ダイナミックで乗ってける。コンフォートにしてみます。オートじゃなくて。うん、結構だから個性的ではありますね。やっぱり。うん、あとステアリングレスポンスに関してはやっぱり、うん、そうですね、全然乗りづらさはないんですけど、うん、このエンジンスペックとトルクを持ってしたら、うん、もっと機敏でも、うん、多分むしろドイツに作らせたらもっと機敏になると思う。多分そうか、だからそこをどう捉えるかだね、うん、そうですね。だから非現実的 なんか非日常を感じれるのはパワーと音って感じかな、はい、そうですね。足回りに関しても本当に堅実に真面目に作ってますみたいな感じかな。あ、
してもだから22インチだからですかね、うん、やっぱりコンフォートにしても結構しっかりしてますね、うん、タンタンタンって感じですよ、ね、全然不快な感じはダイナミックにしてもコンフォートにしてもないですけど、うんうん、いやでもこのエンジンはやっぱり最高だな。でもやっぱりコンフォートしたから前をふわんふわんってなるよりゆっくりな動きになるよね、はい、いいですか。えコンフォートで踏んじゃうの、はい、ダイナミックにしますか。じゃあはははははは早い早い。もうあの言葉が出ませんね。アメジャーのあのもうパワーでねじ伏せる感じをします、うん、感じますね。やっぱり5リッタースーパーチャージャーって、うん、でもね俺、はい、なんだろうね感覚今まであんまりない感覚ですよこれ。あ伸びていく感じはしないですよね。だから早いのか、はい、遅いのか分かんない感じ、はい、ずっとパワーが出っ放しみたいな。そう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 グイーンっていう感じじゃなくてバーッっていう、うん、そう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 、はい、だからこれはボディ足回りとかその車のあれ、はい、特色でそういう風になってるのかエンジンの味付けになってるのが何だろうな。早いんだけど安心するのかな。 あと僕ミッションのギアヒートそのミッションの味付けがあると思いますよ、うんうん、引っ張ってないのあんまりね。引っ張ってないのか、はい、引っ張ってないのか、はいうん、引っ張ってないのと、まあ、ギアヒがそんなにクロスしてないっていうのが多分あると思うんですよ、うんうん、だちょっと意外に発見というかやっぱりドイツ車とは全然違うなっていうのは ね、うん、ただやっぱりライバルいないですよこの車は、うんはい。決してそのなんていうのダメじゃないんだよね、はい、うん、また違った車だよね。いやこれむちゃくちゃいいっすよ、うん、はあ、いやいいな。いやかっこいいし、うんうん、強いて言えば燃費ぐらいじゃないですか。燃費はね本当に最後の最後でこれ燃費言っちゃうかって感じだけど、はいはいはい、ちょっと燃費だけはダメですね、はい、あえて言うなら、はいはい、唯一のこの車の弱点って燃費は燃費ですね、はい、内装良しだしエンジン良しだし、うんまあ、走りに関してはまあ個性的ではあるんで、はいうんまあ、それが好み合えばもう良しだし、うんはい、ただ燃費に関してはあの全く褒められないっていう、はい、多分5キロぐらいじゃないいやいや、つい先日東京で乗らせていただいたアメ車はリッター2キロだったんで、うんうん、本当っす。電動サイドステップだけ最後にじゃあこれを押すんですか。いやこれでオンオフができる。ああなるほど、出す出さない、うん、そう純正だとね、はいはい、車外のやつだとここには出てこないんですよね。もちろん、はい、これ純正なんでこれで出す出さないの設定ができると。そうそうそう、狭いとこ止めた時とか洗車の時とか、うん、あとはその、はい、この前お客さんに会えたんだけど、はい、駐車場のあれパタッ上がる時とかは、あなるほど、そうそう、あれ開けちゃってガンってぶつかっちゃうから、その時はもう事前にオフにしといてもらった方がいいと。そうそうそう、こんなのもついております、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、いや最高の車でしたですね、はい、あのもう走ってよしだし、最初なんかこうどっちつかず中途半端とか言ってすいませんでした、はい、いやいや本当にね。で価格に関しては動画なんで詳細見ていただいた方がいいと思うんですけども、はいうん、めちゃくちゃお買い得じゃないですか。新車カーからしたらそんなにめちゃめちゃ落ちてるわけじゃないですけど、その内容からしたらそうですね、すごいいいと思いますし、市場価格どうこうとかっていうと、うん、まあもちろん相場があると思いますけども、うんうん、この装備とこのエンジンとこの走りがこの金額って考えたら、うん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 、めちゃくちゃお買い得なお買い得だと思います、はい、ないじゃないですか、ないです。こんなにこう、はい、イギリスの上質なレザーで包まれてて、うんうん、もう最近時代を逆行化するようなこの5リッターエンジンでっていうのもないじゃないですか、はい、で新型も出ましたけれども、うんまあ、どうなるかちょっと先行き不透明じゃないですか、うんはい、多分なんですけどもうちょっとおとなしくなっていくんじゃないかなっていう時代の流れじゃないですか、はいはい、そうですね、ぜひ興味のある方は乗っておいていただきたい一台でございます、はい、そしてこちらの車なんと、はい、先日買取させていただいたお車ということで、はい、そうですね、買取ツアーの方に行かせていただいて、はい、買取をさせていただきましたん でもちろんあの車の素性も分かってますし、はい、仕様なんかもバッチリ把握してますので、そうですね、おすすめの1台ということで、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はレンジローバースポーツ SVR をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。